はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、超かわいい多肉植物ということで、今日は購入した多肉の紹介をしていきたいと思います。この間から観葉植物の整理とかしてたんですよ。捨てるとかね、そういうわけじゃないんですけど、寄せ植えにして場所をね、広く取ってみたりとか、まあ、あげたりとか、あと、枯れてるのにずっと放置してある鉢とかね、そういうの全部片付けてね、場所作ったんですけど、早速また買ってしまいました。こちらです。ね、色はそんなになんか濃いわけではないんですけど、もうなんかこの上品さが滲み出ていて、とっても目立っておりました。今日はこの子の植え替えをしていこうかなと思いますので、興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。で、これ種類が、セダムのプロリフェラフイリ。お値段は990円。まあちょっと高めっちゃ高めの多肉植物ではあるんですけど、プレミアムなんで、しょうがないです。いいですよね、この雰囲気。これラベルともなんかすごく合ってるような気がします。このラベルのね、この色合い、グラデーションかかった色合いと白と緑のこの淡い雰囲気がすごく合っていて、この売られてる状態で作品が出来上がっているようなものです。って言ってもこれね、ビニールポットですし、有機質系のね、用土に植えられているんで、植え替えとかはしないとダメだと思いますけどね。で、もうノーマルに戻ってる子とかももちろんいるんですけど、斑入りがね、綺麗に乗っている子とかを見てみると、多分基本は覆輪系の斑なんじゃないかなと思います。覆輪系の葉っぱの縁が白くなるタイプの斑入りで、その過程の中で、まあ、こんな風に斑の量がすごく多くて、葉緑素がもうほとんどないというかね、完全になくなってはいないんですけど、少なくなっている子もいれば、まあ、幽霊って言ってね、葉緑素完全になくなっている、先端部分もあったりします。で、いつもだったら葉緑素がない子だとか、この緑に戻っちゃった子っていうのは、切っちゃうんですよ。いらないって言って。ただ今回はね、なんかこれはこれで残しとくのも、見た目的にすごくいいかなっていうふうに思えるので、なるべくこの形を維持した状態で植え替えをしていこうかなと思います。って言ってもね、ちょっとボロボロ崩れそうでね、難しそうなんですけどね。セダム系って結構ね、崩れるし、葉っぱも取れちゃいますからね、気をつけないと。よいしょ。はい、こんな感じの用土です。ね、有機質系ですね。有機質がダメっていうわけではないんですけど、ちょっと、うちね、室内栽培なんですよ。室内で育てるのには、扱いづらいんで、無機系の用土に植え替えてあげます。乾いてるから、振るってやるだけで、落ちるかな。で、今取っちゃったんですけど、もうちょっとね、わさっと根っこついてました。ただ先端部分というかね、この辺でぶら下がってた部分は今、ズボッと取っちゃって、このぐらいの長さになるように収めました。まあ、この辺はね、人それぞれ、どのぐらいでやるかっていうのは違うんですけどね、今回は、まあ、ちょい根っこ残しで植え付けていこうかなと思います。あんまりボコッとね、残しておいても、次の土に植え替えた時に、根の間に用土が絡まなくて、根っこチューブラリンになるんですよ。で、そういう風になると、なんか空間ができてね、空間ができて蒸れちゃったりとかしたりしても嫌なので、短く、用土が入りやすくしておきます。で、今回特に洗ったりとかはしないです。で、使うのがこちらです。プレステラですね。スリット状の切れ込みが入ってるというか、まあ、鉢底穴がね、開いているので、通気だとかもすごくいいです。水もね、しっかり底の方から抜けてきますからね。他の鉢だとなんかこう、折り返し部分あってそこに溜まったりとかもするんですけど、そういうのが、起こりづらいのが特徴です。まあ、あと他にも色々あるんですけど、僕はそこがすごく気に入っているところ。で、使うのはリサイクル資材なんですけど、軽石をベースにしてます。リサイクル資材じゃなかったとしても、軽石単体で僕はやると思います。で、鉢に入れてやる。
しっかり粉塵微塵はふるいにかけて抜いておきます。それが室内栽培でね、うまいことやるポイントかなと思います。で、原皮でマグアンプ系パラパラーっと巻いて、やってることはね、いつもとは変わんないです。ただ崩さないようにそーっとやるのが大変。苗を入れて隙間に用土を入れてきます。無機系でサラサラしてるんで、鉢を振るだけで根の隙間に用土が入っていきます。こんな風に入れてやったら、苗を少し軽くね、押さえて叩いてやる。こうやって用土を沈めてやります。ね、押さえないで叩いたら苗浮いてきちゃいますからね。で、今回は久々に化粧砂をします。化粧砂はこちらです。クリスタルブラック。これ熱帯魚用の砂ですね。まあ、熱帯魚用なんですけど、別に問題なく使えます。まあ、ろ過用のバクテリア入りなんでね。なんか、ひょっとしたら植物の土壌環境を整えてくれたりとかするかもしれないです。その辺はわかんないんですけどね。はい、できました。ここまでいったら鉢底から汚い水が出なくなるまで上から水をかけ流してあげるんですけど、この子は葉っぱの表面に白い粉が吹くタイプなんですよ。で、こういう子を上からザバーっと水かけちゃうと粉流れてしまってもったいないので、なるべくこの植物本体にかからないように優しく用土だけ濡らしてあげます。はい、綺麗に洗い流してきました。で、ここからの管理なんですけど、室内ベースでお話しさせていただくと、セダム系はなるべく日光にしっかり当てるようにしたいです。なので、窓辺の、直射日光当たるようなところで置いてあげます。ほんとね、セダムって油断すると伸びますし、なかなか室内栽培で形、こうギュッと収めておくっていうのは難しい植物です。まああとはね、実際日光だけじゃなくて風に当たったりとかするのも、結構重要で、刺激が与えられると植物ってエチレンを出すって言われてるんですよ。で、そのエチレンっていうのが、株の身長こう長くなっていくっていうのを抑える役割がある物質なんですよね。だからそういうのを放出させて徒長させないためにも風を当てるっていう、考え方があります。まあ、それ以外にももちろんこう株が混み合ってたりとかすると、通気が悪くなってしまうので、風を通してあげて蒸れを防ぐとか、そういう意味合いもあったりするんですけどね。ただ室内だとちょっと厳しいので、まあ、どうしてもしっかり育てたいとかっていう方はサーキュレーター回すとかしてあげるといいんじゃないかな。で、水やりはしっかり乾燥したらあげます。徒長がどうしても気になるよっていう方は湿って育てた方がいいので、そういう時はちょろっと水やりって言って、鉢底からこう水が出ない程度、少量の水をあげて水分量をちょっと抑え気味にしとくんですよ。そうすると乾湿のメリハリが室内とかでもつきやすくなるんで、水分控えめで育てることができます。まあ今土が乾いたらってね、お話ししたんですけど、もっとこう締めて育てたいな、締めるっていうのはね、ギュッと詰まらせて育てたいなっていうような時は、ちょっとこの葉っぱの張りがなくなってきたら、ちょろっと水やりをするとか、そういうやり方もあります。要は成長していく過程の中で水分っていうのは必ず必要にはなるんですけど、その水気を切ってやることによって、成長速度をぐっと落としてやる。そうすると、こう、ゆっくりじっくり育っていくんで、その分、光量多少少なかったとしても、キュッと詰まって育てやすいです。もちろんね、しっかり日光に当てて、風にも当ててるっていうような株に比べたら、伸びてるような雰囲気にはなるんですけど、
室内でもビローンとした感じにはなりづらくなります。限度はありますけどね。で、逆に光量が少ない環境でたっぷり水をあげて、で、しかもその水がなかなか乾かないとどうなるかっていうと、水はたっぷりあるんで成長もどんどんしようとしますし、光がないから光を求めて長く伸びようとするので徒長しやすくなります。で、徒長気になるときは肥料もあんまりあげない方がいいです。で、植え替えた後にカビが生えてきましたっていうご相談を前にいただいたことがあったんですよ。で、まあ、どういうカビの生え方かにもまたよって変わってくるんですけど、セダム系とか、まあ、あと一部エケビリアとかでよくあるのが、白い綿毛みたいな、本格的なカビが、軸とか、あと地面に接している部分の葉っぱにつくことってあるんですよね。特に、有機質系の用土に植えられて、売られてた子っていうのは、そういうのが多いです。まあ、ほとんどのね、多肉植物、そうなんですけど、なんかね、有機質は有機質でも、まあ、なんて言うんだろう、畑の土のなんかしっかり発酵が済んだような土っていうか、まあ、なんかそういう土とかに植えられてる子って、まあ、植え替えた後になる率がすごい高いんですよね。で、それ、まあ、なんでなるんですかっていう質問があったんですけど、おそらく、菌がついてるのが原因かなと思います。要はもう購入した段階で、そういうカビだとかの菌が植物についていて、で、植え替えて、それのストレスで株の免疫だとかがぐっと落ちたところで、ついていたカビが暴れ出す、みたいな感じで現れたんだと思うんですよね。で、それを防ごうと思ったら、植え付け前にしっかり殺菌をする。殺菌剤だったり、あとハイターとかね、キッチンハイターかけてやるとか、うん、そういうことをやって殺菌をしてから植え付けするとか、まあハイターとかはね、どこまで耐えれるかっていうと困るんですけどね、種類とかによっても変わってくると思うんで。あと植え付けた後に風を回して株元だとかを早く乾かしてあげる。とにかく水分をなるべく減らして乾燥させてあげるっていうのが大事になります。何？ん？何？起こすなって？ん？終わったよ。のり、撮影終わりましたよ。今日こっち来なかったの？はい、ということで今日はこちら、買ってきた多肉植物の植え付けをしてみました。まあ、ほんとね、すごい綺麗なんで、もう見た目的にはおすすめです。お店にあったらぜひチェックしてみてください。多分欲しくなるんじゃないかなと思います。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。